はいどうも峰島です。今回は鴨頭義人がマクドナルドに勤めていた時に本部に許可なくハンバーガーを半額にしたとか、1個買ったら2個つけてきたとか、あとテリタババーガーを本当は10時半から販売するはずなのに朝から売ってしまったとか、そういうことを動画で言ってます。それを取り上げた動画と鴨頭義人が言ってる動画、それから新 R25 の記事にもなってますんで、これ全部概要欄の方に貼っときます。この件についてマクドナルドにこの動画をアップされていたのではマクドナルド自体の風評被害になるんじゃないかということで通報しておりますんで、その様子をどうぞ。日本マクドナルドお客様サービス室でございます。マクドナルドさんの元社員さんなんですけれども。元社員、はい、YouTube をやられてる方がいらっしゃるんですね。はい、元社員で YouTube をやっている方がいるんですね。はい、その方がマクドナルドのスーパーバイザーをやられてたらしいんですけれども、この時に本部に許可をなくハンバーガーを値引きしたとか、ハンバーガーを1個のところを2個つけたとか、本部に許可をなくやってたっていうのを YouTube で話してるんですよ。そういう動画も投稿されてるということですね。はい、これってマクドナルドさんの印象をすごく下げてる話だと思うんですね。はい、実際にマクドナルドの元社員というふうに伺いまして、はい、例えば動画を投稿されている、はい、投稿者名ですとか、はい、YouTube にアップされているアップされた日にちなど教えていただくことができますでしょうか。はい、鴨頭義人という人間なんですけども、もう一度ゆっくり教えていただけますか。はい、鴨頭義人ですね。鴨頭は、はい、はい、チャンネル名が鴨頭義人のビジネス YouTube っていう、ビジネス YouTube ですね、はい、名前があってビジネス YouTube、はい、この話してる動画が2020年の5月16日に公開されているもので、2020年の5月の16日ですね。16日ですね。その題名がですね、組織で桁外れの実績を上げ続けている人は一体何をしているのか、実体験の話ってやつなんですよ。はい、かしこまりました。はい、こちらについてはこのようにお声いただいたことを関係部に報告させていただいて、しばらく処置を取ってまいりたいと思います。はい、あとですね、この話は25分ぐらいからその本部に許可をなくハンバーガーのキャンペーンを勝手にやって売り上げを上げたっていう話をしてるんですけれども、はい、なので25分ぐらいから見ていただくと、30分ぐらいの動画なんですけれども、そこから見ていただくと分かりやすいと思います。かしこまりました。はい。あとですね、この方は、新 R25 という媒体でも同じような話をしています。はい。他の媒体でも同じような話をしてるんです。新 R25 のですね、これ結構新 R25 ってビジネス関係の人結構見てる媒体なんで、非常にこれまずいことになると思うんですけども、題名がですね、マクドナルドで日本一始末書を書いた社員がたくさん表彰された理由っていう題名なんですよ。はい。こちらも伝えさせていただきます。はい、これ、マクドナルドさん名前も出してやって、てるんですね。公開日がですね、2020年の2月19日になってます。2020年の2月19日ですね。こちらの内容としても、そのてりたまバーガーを朝から売ってはダメなんだけど、本当は10時半から販売を開始するてりたまバーガーを朝から売っていたとか、そういう内容であるということですね。はい、それも全部本部に確認を取ってなくて始末書を書いたっていう話をしてるんですよ。今現時点でのマクドナルド社員ではないということなので、はい、何かここで申し上げることはできませんが、こういうご指摘をいただいたことを関係部にも報告した上で審査させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、僕としてはその記事と動画を見た感じだと、はい、マクドナルドさんの印象、まあ、こういう勝手なことを社員がやってても注意もしないでっていう印象を受けてしまったので、はい、そのような印象を受けられたことも報告させていただきます。はい、なので今日はご連絡させていただいた次第なんですよ。印象を下げるなっていう、その全国的にチェーン店でやるんだったら普通は統一させるはずだと思うんですけれども、元社員とはいえこういうことを好きかって言ってるような人間がいるということは、マクドナルドって組織としておかしいんじゃないのと思って、はい、貴重なご指摘ありがとうございます。はい、と申しますが、関係部に報告させていただきまして、精査してまいりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そういう感じでですね、マクドナルドの方に通報させてもらいました。仮にこれマクドナルドっていう組織はこんな勝手なことが社員ができてしまうんだと思われてしまうとですね、会社のブランドイメージが下がると思いますし、信用性もなくなると思うんですよ。完全にやってるのは会社に対しての背任だと思うんですね。なのでマクドナルドの方には僕の方から通報しました。まだ鴨頭義人のはちゃめちゃなスピーチいっぱいありますんで、これは動画で指摘しつつ通報も順次行っていきたいなと思います。そういう適当なスピーチ
チをして最終的には高額な商品を売っていくっていうことなんで、やっぱり僕もそうなんですけれども、こうやって YouTube で発信する情報っていうのは正確なものをなるべく発信していきたいと。もちろん間違えることもあると思います。その間違えた時はやっぱり一言ごめんって謝ってですね、その動画はやっぱり公開しておくべきではないと思うんですよ。鴨頭の場合はその動画自体も何回も見られてるっていうこともありますんで、間違ったところどんどん指摘と通報をしていきたいと思います。情報提供などは概要欄にある Twitter の DM からいただければ順次僕の方で確認してですね、これは悪質だと思うものは動画で取り上げたりとか通報したりとかしていきたいと思いますんで、情報提供をお待ちしております。また鴨頭よしひとに関してはどんどん動画作っていきますんで、見たい方チャンネル登録お願いします。それで